皆様こんにちは、レポーターの小川です。ものづくり匠の技の祭典2020をご視聴いただきましてありがとうございます。さあ、ここからのお時間は東京の匠の技が凝縮された素敵な作品をご紹介していきたいと思います。お話をお伺いするのは、東京貴金属技能士会による貴金属技能士の作品の展示をご紹介いたします。さあ、今回お話をお伺いするのは同技能士会技術部会部長の西澤さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速こちらの作品からご紹介いただけますか。はい、はい、こちらはですね、18金とプラチナを用いた作品たちなんですが、はい、これなんか音が鳴る装飾品といいますか、鈴になっておりまして、18金をこう叩いて鈴の形にしてプラチナで装飾を施しております。はい、叩いて作られてるんですね。はい、そうですね。こちらは18金を叩いてまた丸くして、はい、このピカピカにこうカメラさんも映るくらいの鏡面に仕上げたブローチになってます。ピカピカ輝いております。はい、続いてお隣の作品、はい、こちらはちょっと珍しくて、木目金という技法を用いておりまして、いくつかいろいろな、まあ、金も使っているんですけれども、金やシルバーや銅などをこう重ねて模様を出すっていう技法です。この模様をきれいに出すのがとても難しくて、やっぱりこちらはとても高い技術が必要です。でそれに金などでこう装飾を施してて、やっぱりこれもとても細かいお仕事になってます。一つとして同じ模様ができない、そうですね、こういったものになるんですかね。はい、素敵。これは同じものはできないです。続いて、はい、こちらもちょっとまた全部細かいんですけど、はい、まあ、ちょっとこういう精密な細工がされてまして、こちら車輪なんかもこう動くように作られてます。でその中にこうお花やはい、ルビーやダイヤやガーネット、グリーンガーネットなどっていう希少な石を用いて飾り、こっちはハリネズミなんですけど、はい、こういう動物のものなんていうのはなんかやっぱりセンスがとても必要でして、まあ、これもこの方にしか作れないですね。で目にもちょっとサファイアが入ってたりして、とても細かいです。見れば見るほど愛着が湧くデザインですよね。そうですね、本当に。では続いてお隣お願いいたします。はい、じゃあこちらこれはオパールなんですけれども、はい、一般的には宝石や研磨する人がまた別の職人さんなんかに頼むんですけれども、こちらの方はご本人がオパールも磨いて、そのオパールの形に合わせてデザインを施したブローチと、あとその石をきれいに見せるための、まあ、割とこうゴージャスですけどシンプルなデザインの指輪になってます。はい、オパールの素材が生かされてます。はい、では続いて、はい、これは昨年こちらのイベントの匠の技の祭典のステージでみんなで合わせて作った、はい、まあ、ちょっとこのトップなんかはジルコンを使ってるんですが、後ろは天然石で作ったゴージャスな、はい、まあ、ちょっと見せるためのネックレスですね。本当に職人の技が組み合わさった作品ですね。はい、さあ続いてご本人の西澤さんが作られた作品、ね、お願いいたします。はい、私まあ、個人的に朝顔が好きなので、まあ、子供の頃からよく見ていたので朝顔をモチーフにして、こちらは種とお花を左右違うデザインにしたイヤリングを18金とサファイアで作りました。あとピンブローチとかネックレスもそのシリーズでつけるのがジュエリーは楽しいかなと思って作っています。素敵で繊細な技術ですね。ありがとうございます。では続いて、はい、こちらはエナメルを用いたエナメルの技法を合わせたジュエリーなんですけれども、はい、エナメルっていうのは、まあ、日本ではいわゆる七宝という形でして、香水瓶やリングの部分なんかは地金をこう曲げたり叩いたりして作られた、まあ、これもとても高い技術が必要な作品です。こちらはですね、この職人さんはまだ若い女性なんですけれども、お子さん女の子が2人いまして、その感性がすごく生かされた可愛らしいデザインで、犬と散歩している女の子がまあ、とても楽しそうな動きのあるデザインかなと思っています。可愛らしいです。では、はい、こちらもさっき の方と同じように木目金を用いて周りを施しているんですけども、中にとっても小さな水仙が入っていたりとかして、鍵のモチーフなんかも可愛らしく仕上がっている。これもとっても細かくて、はい、大変ですね。そうなんです。同じ説明になっちゃいます。はい、最後お願いします。はい、こちらはですね、もともとシルバーで原型を作っているんですけれども、地金のでこの鹿とかイルカとかっていう具象を作るとても難しい
技法が必要でして、それは18式の製品にしたものです。はい、本当に職人それぞれの個性が出る素敵な作品ご紹介、西澤さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、東京貴金属技能士会による貴金属技能士の作品展示をご紹介いたしました。ありがとうございました。